ジェリー・トンプソン監督のマッケンナの黄金、今回は序曲をお届けしました。1933年3月14日、3月の映画音楽のミュージシャンはシカゴ生まれのクインシー・ジョーンズです。さて、70年代彼が変わった音楽をつけたと思うのはリチャード・ブルックス監督で、ウォーレン・ビーティーとゴールディ・フォーンが出ましたバンク・ジャックの音楽ですね。音楽というよりはリトル・リチャードだとかロバータ・フラック、ドン・エリオット・ボイセスなどの歌声、それに、ジャズメン、なかなか優秀なジャズメンが参加したバック音楽でした。銀行の貸金庫から悪党どもの悪戦をせしめてドロンしちゃった青年とプレーガール、悪党たちはもう必死になって彼らを追いかけますという映画なんですが、レイ・ブラウン、ベースの名手ですね。それに打楽器のビクター・フェルドマンとかギターのチャック・レイニー、それからケイジャンミュージックのフィードル弾き、つまりバイオリン弾きのダグ・カーショーのソロも聴けたという贅沢な音楽です。ではバンク・ジャックからリトル・リチャードが歌う Money is。Make a pound, wanna frown. Money, 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 money.
バンクジャックから Money is 金金金というリトルリチャードの6月の映画音楽のミュージシャンはお聞きの通りクインシー・ジョーンズでした。ご希望は東京品川の長富ドロンさん、秋田市の上田隆さん、それから久留米市福岡県ですね渡辺慶次郎さん、そして、ルパン3さんからもいただきました。さて、日本映画も少しは遅れとこういう声も非常に高いんで、私どもはいろいろと苦心しているわけなんですけども、音色が悪かったり、あるいはレコードが探せなかったり、大変、不自由を皆さんにおかけしております。したがって出てくるのは決まってるじゃないかと言われるんですけれども、今回まあリクエストを考えてみますと、一番多いのがこの2つでございまして、もう皆さん2の方はお分かりでしょうね、あれとあれだろうと。そう、その通りなんです。野村義太郎監督というはもうお分かりですが、菅野光昭がこれは賞も、ある新聞社のコンクールの賞ももらいました。砂の器、非常に美しい、またセンチメンタルな音楽で嫌いな方もいらっしゃるかと思いますが、女性には受けるようですね。それからもう一つは市川崑監督の犬神家の一族、その中から孤独というのをお届けしてみたいと思います。主演は石坂浩二とか青井照彦、私は申し上げなくても日本映画通は全部ご存知だと思います。では砂の器からプロローグ、そして犬神家の一族から孤独のテーマです。
砂の器、犬神家の一族、いずれもピアノが立っていましたね。前の方は菅野光明の音楽、そして後の方は大野雄二の音楽。ご希望は函館市の宇田正弘さん、名古屋市の奥田徹さん、大阪の金田一康介さん。この康介さんを使ったの随分ありましたよ。横浜市の飯塚英二さん、それから大阪市の小畑恭一さん、福岡市の本松直樹さん、こういった皆さんでした。さて、かってのスターの名を織り込んで2人が映画を通じてのエンターテインメントを懐かしみ称えるフィナーレというのがザ・エンターテインメントパート2をご覧になった方は覚えていらっしゃると思いますね。フレッド・アステア、この映画を撮った時が74歳、ジン・ケリーはこの映画の時は62、3歳というわけですが、まあ、いずれも年を感じさせない素晴らしい、プレーといいますか、司会ぶり、進行ぶりでしたね。音楽はネルソン・リドル。ではご両人に出てもらいましょう。 THAT ENTERTAINMENT PART 2のフィナーレです。 A show that is really a show sends you out with a kind of a glow and you say as you go on your way That's entertainment The art thatappeals to the heart is a song that just has to belong or a dance that is sure to entrance that's entertainment and now may we pause for a moment or two because there's a chore that we fear we should do we'd like to name just a few of the stars you have seen hereperforming a song or scene here. There were Judy Garland, Leslie Caron, Greta Garbo, Doris Day, Bob Taylor, Jack Buchanan, Tony Martin, Maurice Chevalier, Big Crosby, Mickey Rooney, Elder Paul, Annette Fabre. That's entertainment. Clark Gable, Melvin Douglas, Bob Montgomery, John Barrymore, Hermione Gingold, Esther Williams, Frank Sinatra, Dinah Shore, Francho Tongue Garson, Catherine Hepburn, Spencer Tracy, Roddy McDowell, Merloy and William Powell, Jeanette McDonald, Debbie Reynolds, Martin Gower, Champion Ann Miller, Cary Grant, Ed Southern, Louis Armstrong, Bobby Pagin, Hollow, Sid Cherish, John Crawford, Vivian Leigh, Tarzan.That makes 42. We've missed many who have entertained you. And if it's a hit, then they'll go on from there. They played a charade that was lighter than air. A good old-fashioned affair. As we sing this finale, we hope goes up your valley. No death like you get in that death, no ordeal.Like the end of Camille, this goodbye brings a tear to the eye. The world is the stage. The stage is a world of entertainment. ザ・エンターテインメントパート2フィナーレ。フィナーレといえば映画音楽を通じての FM コンサート、長いこと聞いてくださって本当にありがとうございました。私担当の映画音楽、今月で一応幕を下ろします。4月からは番組の模様替えで、私の方は毎週土曜日ポピュラーアラカルトに出演することになりました。アラカルトの中でも週によっては映画音楽をお送りするつもりなんで、もし暇がありましたらそちらにどんどんリクエストをお届けいただきたいと思います。それでは皆さんお元気で、関光雄でした。